昔からこの鉄を加工してやってきたっていう、そんな状況かな。材料手配から機械加工、熱処理、研磨っていう、そういう意味での一貫の仕事を受けてるという、いろんなジンを作るんですけどね、それを社内で作るから、そういう技術がうちにあるから、加工やってる中で熱処理あるっていうのは非常に強いかなという。自分だって考えて作業してもらうっていうのも必要だし、やりがいも少しは出てくるのかなっていう。継続させていくということがこれから先で、そのためにも国内で継続させたいなっていう。